いちいち炭酸水で割るなんてまどろっこしい。もう直だよ直。ソーダストリームは本来炭酸水を作るためのものだ。でも俺は炭酸を直接ウイスキーにぶっ込んでやった。この方がずっと手っ取り早い。かいいね、ガツンとくるぜ。レシオタイム。俺の名前は酒井武雄。手取り13万で働く都内在住の派遣社員、59歳の独身男だ。俺の一日は酒、とにかく酒がないと始まらない。今は送迎付きの派遣として働いているが、行きも帰りもバスの中でこっそり飲んでる。飲んじゃいけない時に飲むのがまたうまいんだよな。仕事を終えて家に帰ってからももちろん酒だ。晩飯も風呂も後回しでまずは飲む。かー、すきっぱらの一杯がたまんねー。うちには業務用の4リットルの酒が常備してある。俺がなぜこんなにも酒浸りの日々を送るようになったかというと、話は20年前に遡る。当時俺は結婚していて、妻の里子も酒が大好きだった。グラスなんかいらねえ、ボトルで行こうぜ。乾杯。二人で毎日浴びるほど酒を飲みまくった。でもその結果、妻は肝臓を悪くして亡くなってしまった。あんなに元気だったのに、あっという間に行っちまいやがって。またお前と乾杯してよ。妻がこの世を去ってしまった寂しさを慰めてくれたのは酒だった。俺の酒量は日に日に増えていった。なんだよ、最近の酒は薄めてるんじゃねえか。全然酔えねえぞ。不思議なもんで、酒に浸れば浸るほどだんだん以前の量では酔えなくなっていった。昔酒を飲み始めた頃は少ない量でも気持ちよく酔えていたのに、今はいくら飲んでも酔った感じがしない。飲酒を続けると耐性ができて酔いにくくなるという話を聞いたことがあるが、本当らしい。飲み方に変化をつければもっと酔えるかもしれない。そう思った俺は、いつでも自宅で炭酸水が作れるようにソーダストリームを手に入れた。これでウイスキーのソーダ割りも飲み放題だな。だがいちいち炭酸水を作るのがだんだんと面倒になり、もうこれでいくか。味なんかどうでもいいんだ。とにかく酔えればいいんだよ。ついにウイスキーに直接炭酸を入れて飲むようになった。炭酸水で割るよりもこの方が断然アルコール度数は高くなる。とにかくベロベロに酔いたい一心だった。だがせっかく用意したソーダストリームだったが、ちぇ、なんだよ、ガス切れか。ガスシリンダーの交換が面倒になり使わなくなってしまった。交換に手間暇かけてる時間があったら、その間に1本でも多く飲んだ方がマシだ。お客様、店内で飲酒は。金払ったんだからいいだろ、好きに飲ませろや。今は時間や場所に関係なく、飲みたい時にとにかく飲む。初めは寂しさを紛らわせたり嫌なことを忘れるために飲んでいたが、そのうち飲むこと、酔うこと自体が目的になっていた。そんなある日、帰りのバスまで待てねえな、ケーキ漬けに一杯いっとくか。その方が仕事もはかどるし、俺は仕事を気分よく進めるためこっそり酒に手を出した。だが、武井さん、仕事中に何考えてるんですか。なんでないって、思いっきり酒臭いですよ。ほんのちょっとだよ、いいじゃねえか、別に誰にも迷惑かけてないんだし。十分迷惑なんですよ。運悪く飲酒が見つかり、俺は仕事をクビになってしまった。仕事がないとやばいのでさすがに焦ったが、その後別の派遣会社で仕事を紹介してもらって面接を受けることになった。ではこちらの書類にご記入をお願いします。はい。あれなんだ、てか手の震えが止まんねえ。なんとか書類は書き終えたが、こうプルプルしてたんじゃ何もできない。震えるのはきっと酒が足りてねえんだな。帰り道で早速酒を買って煽ると、思った通り手の震えは止まった。きっとアルコールでリラックスして気分が落ち着いたからだろう。さすが百薬の長だ、やっぱり酒はいいな。だがこれはアルコール依存症の症状だった。アルコール依存症の患者は体内のアルコール濃度が下がってくると様々な症状が出るという。
俺も手の震えのほか、不眠、吐き気、嘔吐、イライラ感、そして虫の幻覚を見るなどの症状に苦しめられた。虫、虫、なんだお前ら、あっち行け、ギャラー。そしてこの壮絶な不快感から逃れるために、俺はまた酒を飲みまくった。そんな中、先日の面接が受かり、俺はなんとか次の仕事にありついた。でも、上司がなんとも、いけすかない野郎だった。完成したファイルはこちらのフォルダーに入れてください。データはすべてクラウドでやり取りしてるので。何言ってんだこいつ。わけわかんねえカタカナばっか並べやがって。もっとわかりやすく教えてくれよ。あ、すみません。大体、お前いくつだ?28ですが。俺はもうすぐ60なんだよ。若造のくせに偉そうに。申し訳ありません。ただ、決して偉そうにしているつもりは。ああ、なんだ?年上に言われたら、何でもはいだろうが。酒がないとどうしてもイライラしてしまう。この態度が問題になって、俺はすぐに切られてしまった。せっかくの仕事を失ったが、こうなったらもう開き直るしかない。あと少しで年金がもらえるんだ。それまで細々と食いつなげば。だが数ヶ月後。はあ?どうなってんだよこれ。年金をもらえる年齢になったはいいが、今までろくに年金保険料を納めてこなかったので全く入っていなかった。これじゃあ生活必需品の酒も買えやしない。はあとこ俺どうしたらいいんだよ。お前と毎晩飲んでた頃は楽しかったな。俺はなんとか買える酒はないかと有り金を握りしめてスーパーへ向かったが、どれも高くて買えたもんじゃなかった。しゃあバカにしやがって。そんな時目に入ったのがアルコール消毒液だ。あ、これも一応アルコールだよな。自由に使っていい消毒液なら自由に飲んでもいいはず。俺は一瞬ためらったが、すぐに消毒液を手に取った。目の前にアルコールがあるのに飲まないなんてありえない。きたきた、しびれるね。酒はこうじゃなきゃ。なんだ。次の瞬間、俺は強烈な嘔吐感に襲われ、目の前が暗くなり、意識が遠のいてしまった。そして気がつくと、病院のベッドの上だった。どうやら俺は急性アルコール中毒で運ばれたようだ。あんなもの飲むなんて、命がいくつあっても足りませんよ。すみません。アルコールには人体に有害なメタノールと無害なエタノールがあるらしい。消毒液はもちろん無害なエタノールがベースだが、濃度がとても高く、飲むと人体に害を及ぼす成分が含まれていることもあるという。思わぬ入院を強いられて一番困るのは、何と言っても酒だ。病院にいたんじゃ自由に飲むなんて到底できない。酒は俺にとって水みたいなもんなんだ。水がなきゃ生きてけねえんだよ。俺はこっそり近くのコンビニへ向かった。幸い弟がくれた見舞い金がある。手元に金があるのに酒を買わないでどうする。うおおおビール、ワイン、ウイスキー、焼酎、何でも揃ってるじゃねえか。ここは天国か。だが、高井さん、ご自分の状態分かってるんですか。お酒なんかダメですよ。でも一本くらい。いけません。看護師に見つかって、それからは監視が厳しくなってしまった。看護師が白衣の天使なんて誰が言った。俺から命の水を奪う悪魔じゃねえか。ああ、何でもいい、誰でもいい、酒をくれ。どうしても酒が飲みたかった俺は一計を案じた。前のように買い出しに行っても見つかってしまう。それなら。兄貴、具合はどうだ。ずいぶんげっそりしてるけど。まあ、なんとかやってるよ。それより急に呼び出して悪いな。いいけど、なんだよ、降りて頼みって。うちに昔里子が使ってた香水があるんだ。え、香水、奥さんの。それ取ってきてほしいんだよ。なんでまた。情けない話だけど、入院してると心細くてな。香水があるとあいつが一緒にいてくれるような気がして。そうか、まあそういうことなら分かったよ。こうして俺は亡き妻の香水を手に入れた。うまそうだな。
香水にはアルコールが入ってると聞いたことがある。水で割ればそれなりにいけるはずだ。じゃあ、いただきまーす。酒だ。久しぶりの酒だ。さとこ、ありがとな。それからは人目を盗んでこっそり香水の水割りを飲むのが俺の生きがいになった。でも数日後。酒井さん、どうしました？しっかりしてください。助けて。胸に強烈な痛みが広がってうまく呼吸ができない。まるで肺が焼けるような苦しみだ。俺は意識が朦朧とし、そのまま生死の境をさまよった。先生、兄貴は助かるんですか？手は尽くしますが、おそらくもう回復することは。そんな。結局俺が目を開けることはもうなかった。酒なしの人生を生きるくらいなら酒に溺れてあの世に行けて本望だ。里子、今そっちに行くからな。またあの頃みたいに飲もうな。すげえすげえ、これが噂のコンプリートってやつか。俺の名前は金田かける。一人身の45歳だ。昔からなかなか仕事が長続きせず、今年に入ってからは大手メーカーの車工場で機関工をやっている。さて、今日もやるか。うん、始まったばっかりだけど、もう帰りて。工場は2交代のシフト制だ。俺は年も年なので、まずは8時から17時の日勤で働いて、仕事に慣れているところだ。ただ、夜勤と違って手当もないので、大変な割に稼げない。もっと作業を覚えてきたら、金田さんにも夜勤に入ってもらいますから。はい。だが、そう言われ続けて、かれこれ半年。俺の物覚えが悪いのか、まだ夜勤を任される気配はない。おかげで手取りも26万前後にとどまっている。仕事は17時に終わるので、その後時間はたっぷりある。俺はその時間を有効に活用して、毎日ある場所に通っている。それが、昨日のリベンジしないとな。スロットだ。最近は昔のようなメダルを使ったスロットではなく、スマスロを打っている。スマスロとはスマートパチスロの略だ。メダルを使わず電子情報で貸し出しを行う。やり方はこうだ。まずお金を専用ユニットに入れて貸し出しボタンを押す。すると台にメダルの数が表示される。さあ勝負だ。あとはベッドボタンを押してレバーをオンにすれば遊戯がスタートする。平日は用事があってパチ屋に行くのが遅くなってしまうことがたまにある。それでも決してサボらない。ふぅ、なんとか間に合った。閉店まであと10分。滑り込みセーフだな。1000円だけでも打つぞ。パチンコの場合は閉店ギリギリで入るとせっかくの当たりが無駄になる可能性もある。でもスロットのチャングラーという台なら短時間で勝負できるので閉店10分前からでも楽しめる。そんな感じで慌ただしく平日が過ぎていき、やっと休日がやってくる。もうこんな時間か。休みの日、まずやることといえばスロットだ。朝一から抽選を受け、いい台に当たれば一日中打っている。ちょっとトイレっと。台を離れるときは携帯をメダル入れに置いて場所を確保しておく。携帯を場所取りに使うなんて初めは不用心だと思ったけど、長年スロットを打ってるうちにすっかり慣れてしまった。そもそも俺がなぜスロットにこんなにもハマったかというと、大学時代、友人の朝倉に誘われたのがきっかけだった。悪いな、次の講義も眠そうだし、俺ちょっと打ちに行こうかな。あ、打つった？スロットだよ、最近始めたんだ。あ、そうだ、お前にも教えてやるよ、行こうぜ。ああ、じゃあちょっとだけ。この時、生まれて初めてスロットを打った俺は恐る恐る数千円をつぎ込んだ。すると画面がいきなり真っ暗になって焦りまくった。え、なんだこれ、俺なんかやばいことしたのか、壊しちゃった。でも次の瞬間、画面が今まで以上に賑やかになり、なぜか朝倉のテンションも上がりまくっていた。すっげー、金田、お前天才だよ、マジかよ。何、よくわかんないけど
これすごいのか？めちゃくちゃ大当たりだよ。こんなんなるなんて8192分の1の確率だぞ。初めて打ってこれってお前すごい運持ってるんだよ。そうなの？俺そんなすごいのか？おお、またなんか来たぞ。その後も当たりが続き、結局その日は10万以上も勝つことができた。これでスロットの魅力にハマってしまった俺は一人でも頻繁に通うようになった。と言っても金のない大学生だ。軍資金にも限りがある。あと1枚、あと1枚あれば。パチスロは1回遊ぶのに3枚のメダルが必要だった。どうしても足りない時は落ちているメダルを探してまで打ったりもした。それから20数年、俺のスロット愛は衰えるどころかどんどん深まっている。ある日、俺はいつものように朝一で抽選を受けたが、いい台には座れなかった。チェッ、いまいちだな。それで仕方なくスロットは一旦やめてパチンコを打つことにした。そして1時間に1回はスロットの島をうろつきながら表示されてるデータを見て調子がいい台を探した。すると、おぉ、この台もうかなり出た後みたいだけど他よりは断然良さそうだ。早速打ち始めるとなんとかすぐに当たり始めた。そして自分でも怖くなるくらい当たりが続いた。おい、マジかよ、一生分の運ここで使っちゃうんじゃないか。いや、でも勝てる時に思いっきり勝っておかないとな。よし、とことん行くぞ。すると俺の気合が天に通じたのか、当たりが収まることはなく、すげえ、こんなの初めてだよ。いいぞ、もっとだ、もっともっと、じゃんじゃん来てくれ。そしてついに俺はこの日人生で初めてコンプリートを達成する。コンプリートとは簡単に言えば打ち止め機能のことだ。出玉の最低値を起点に1万9000枚のメダルが出るとその時点で打ち止めになる。打ち止めまで行くなんてとんでもない武勇伝ができちまった。俺やっぱりスロットの天才だ。めちゃくちゃすげー。この日は20万ほど勝ち、間違いなく人生で最高の一日になった。大勝ちした俺は次の日から仕事がまるで手につかなくなった。こんな地味な作業やってらんねえな。俺はその気になりゃスロットでいくらでも稼げるんだ。あの感覚たまんねえ。昨日の出玉感を思い出すだけで脳汁がドバドバ出るほど気持ちよくなれた。早くまた打ちてえな。ちょっと金田さん。は？あ、はい。ぼーっとしちゃ困るよ。ああ、すみません。この前のコンプリートで資金に余裕ができたこともあって俺はそれからもスロットに入り浸った。そしてこの日も閉店まで打って帰ろうとした時、今日は調子出なかったな。まあいい、また明日だ。お、あれ、上杉さん。え、おお、金田さん。上杉さんとは前の職場が一緒でプライベートでもよく飲みに行った仲だった。彼もたまにこのパチ屋に打ちに来ているという。よかったらどう、久しぶりに。いいね。意気投合した俺たちはそのまま居酒屋へ流れ込んだ。最近スロットがますます楽しくてさ、毎日やりまくってるんだ。毎日か。俺はそこまで金がないからな。俺も生活に余裕があるわけじゃないけど、そこはやっぱりスロット優先だ。生活費削ってでもやる価値あるからね。久しぶりの再会に話が弾み、帰宅したのは夜中の3時だった。翌日はなんとか布団から這い出て仕事に行ったが、遅くまで飲んでいたせいで眠くて仕方ない。次はこの部品を。やばいやばい、また意識がぶっ飛んでた。ちょっと金田さん。はい。確認作業ちゃんとできてないでしょ。困るな。もうすみません、実はちょっと眠じゃなくて体調が悪いというか、なんというか。そうなの？申し訳ありませんが早退してもいいですか？まあ具合悪いならしょうがないね。お大事にね。ありがとうございます。だが早退して今日一日は自由だと思った途端、眠気なんか消えてしまった。せっかくだしスロット行っとくか。平日の明るいうちから打てるなんて最高だな。スロットのことを考えると体がどんなに疲れていてもギンギンに目が冴えてくる。
またこの前みたいにコンプリートしてやると意気込んで打ち始めたはいいが、全然当たりが来なかった。あれなんだよ、畜生。先日儲けた分はあっという間になくなってしまった。それで焦って台を変えてみたが、全くうまくいかない。大丈夫、俺は運がいいんだ。もう少し粘ればきっと。でも最後まで当たりは来ず、その日は惨敗だった。こんなに大負けするなんて初めてだ。このままじゃ終われない。明日こそ。翌日も仕事があったが、それよりもスロットの負けを取り戻すことで頭がいっぱいだった。すみません、まだ調子が戻らなくて。はい、ご迷惑おかけします。急遽休みを取った俺は部屋にある金をかき集めてパチ屋へ向かった。だが焦れば焦るほどドツボにはまっていく。結局その日の持ち金も全部吸ってしまった。はあ、やーべえな、俺って運がいいんじゃなかったのかよ。こりゃ次の給料日まで晩飯抜きだな。あ、俺って朝倉じゃないか。工事現場で警備員をしていたのは、俺にスロットの面白さを教えてくれた学生時代の友人朝倉だった。声をかけようとも思ったが、負けが続いて気がめいっていたので、そのまま通り過ぎてしまった。数日後、俺はパチ屋に行く前にコンビニに立ち寄った。今日こそ負けを取り戻してなんとか生活費を増やさないと。その時カウンターの奥から見覚えのある顔が現れた。あれ、朝倉？あ、金だ。久しぶり。ここで働いてるの？そうなんだ、今シフトが終わって上がるところで。あ、でも警備員もやってなかったっけ？この前ちょっと見かけて。いや、それがさ、俺スロットで借金作っちゃった。朝倉は平日も休日もスロットに入り浸って生活費までつぎ込んだ結果、借金で首が回らなくなったという。それで今は昼間はコンビニで働き、夜は道路工事の警備員をしているらしい。でも働いても働いても借金が減らなくて、スロットで人生終わっちまったよ。そうか、大変だな。平日も休日もスロットって今の俺と同じじゃねえか。じゃあ俺もこうなるのか。金田もスロットまだやってるのか。ああ、遊んでいい金と手をつけちゃいけない金はちゃんと分けろよ。じゃないと俺みたいになるから。わかった。あ、やべ、何、どうした？借金取りだよ。じゃあまたな。ああ、また。俺はこそこそと逃げていく友人を見て、ああはなりたくないと思ってしまった。そしてようやく迎えた次の給料日。これが家賃の6万5000円、こっちが食費の3万2000円。俺は金の使い道を真剣に考え直した。給料を用途別にあらかじめ振り分けておき、残った分でスロットを楽しむことにしたんだ。ってことは今月スロット代に使えそうなのは3万だけか。しょうがない、この範囲で楽しむか。ゴスロなら普段の4倍楽しめるし、趣味の範囲内で遊べるからな。今までに比べると物足りないけど、スロットで人生が終わってしまうよりはずっとマシだ。わしの名前は大木友蔵。年金生活を送っている65歳の独身男だ。今日は年金の支給日だな。さっさと朝飯を終わらせて急がないと。会社勤めをしていた頃のわしはバリバリの仕事人間だった。同期入社の成田とは共に切磋琢磨して出世を競い合った仲だ。今やわしが総務部長でお前が経理部長か。お互い仕事一筋で頑張ってきたね。退職したら少しはのんびりしようか。そうだね、今まで働き詰めだった分趣味に時間をかけるのもいいかもな。やりたいことやって有意義な第二の人生にしようや。そして今わしはその第二の人生を生きている。今のわしの楽しみといえば1円パチンコだ。通常のパチンコが1玉4円なのに対し、1パチは1玉1円で楽しめる。やっぱり今日は人が多いな。わしはいつも開店と同時に店に入るが、年金や生活保護の支給日には1円パチンコに高齢者があふれかえっている。まるで老人ホームじゃないか。高齢者の中には老後の寂しさを紛らわすためパチンコにはまる人も多くいるという。
日本では定年制が定着しているから、ほとんどのサラリーマンは65歳以降に突然仕事から解放され、とても大きな喪失感を味わう。特に現役時代に猛烈サラリーマンだった人ほどその反動は大きい。たく、みんな他にやることないのかね。まあそういうわしも会社員時代は仕事に全てを捧げて、ろくな趣味も持たずに突っ走ってきたタイプだ。定年となった今は仕事もない、趣味もない、そして友達も少ない。だからついついここへ来てしまう。この騒々しい感じが絶妙に落ち着くんだよな。パチンコを打っていると時間があっという間に過ぎ、老後が寂しいと思っている暇などない。あー、なんでだよ、全財産だったのに。あんなにハマるなんて惨めだね。わしも一パチを愛好してるが、身を持ち崩すほど深入りするつもりはない。ここにいる老人たちの中にはパチンコ依存症のやつも多いだろう。でもわしは違う。やめようと思えばいつでもやめられる。そのくらいの自制心がなきゃパチンコなんてやるもんじゃない。わしは遊び方もちゃんと考えている。わしが好んで打つのは川物語や天デジなどの台だけだ。なるべく安い金でできるだけ長く遊ぶのが賢いやり方だよな。アマデジとはデジタルで大当たりの抽選を行う機種の中でも比較的大当たりの確率が高い台のことで、要するに甘めのデジパチだ。一般的なデジパチに比べて大当たりの確率は3倍以上もあると言われている。だから少ない元手でもなんだかんだで長時間楽しめる。お、早速来た、当たりだ、いいぞ。大事なのはここからだ。凡人はチャンスに慌てて飛びついて台無しにしてしまうが、わしは違う。何事もまずは落ち着くのが肝心だ。焦ってもいいことはない。さーて、ここからもっと気合い入れないとな。わしは一旦席を立ち、ケーキ漬けにジュースを購入。腰を据えてじっくり台に向かうことにした。だが悠々と席に戻ると、おお、もう当たりは終わってしまっていた。どうやら席を立つタイミングがまずかったようだ。まあたまにはこんなこともあるさ。わしは思わぬ失点を取り返そうといつも以上に闘魂を込めて打ちまくった。集中すればするほど時間が過ぎるのも金が溶けるのも一瞬だった。くそー、どうも今日は調子が悪いな。さっきのチャンスさえものにできてれば。お、もうこんな時間か。そろそろ帰るか。できれば永遠にでも打っていたいが、この年になるとそうもいかない。夜8時を過ぎると体がどうしてもしんどくなってくる。わしは明日に備え一度アパートに戻ることにした。明日もまた朝から暗くなるまで打ち続けるつもりだ。今日もパチンコですってしまったので夕食にかけられる金はない。半分取っておいてよかった。昨日お袋麺を食べるとき半分に割って一つを残しておいたのがここで役に立つ。パチンコの軍資金を捻出するためならこのくらいの節約は当たり前だ。少しでも食費を浮かせばその分遊べる金が増える。ちょっと物足りないけど辛抱しなきゃな。これもパチンコのためだ。健康を考えると本当はきちんとした食事をとる方がいいに決まってる。それにこの量じゃさすがに腹も減る。でもパチンコを我慢するのに比べたら食事の我慢なんてどうってことない。俺も年を取って胃が小さくなってきたし、もしかするとこのくらいの量がちょうどいいのかもな。きっとそうだ。やっぱり食べ過ぎて胃腸に負担をかけるのは良くないよな。ああ、そんな生活を続けていたある日、俺は街中でばったり昔の同僚の成田に再会した。おお、久しぶりだな。いやあ、大きい。あれ、日焼けしたんじゃない？そうなんだ、サーフィン始めてさ。サーフィン？
若い頃に少しやってて、でも仕事でずっと行けてなかったんだけど、定年を機にもう一回始めてみようと思ってね。そうか、充実してるんだな。大木は最近どうしてるの？いやそうだな、何かと忙しいよ。俺も新しい趣味見つけて。へえ、何？それはなんていうか、まあ、あ、そうそう、キャンプとかかな。キャンプか、いいね。今度一緒に行こうよ。一緒に？いろいろ教えてよ。もうかなり詳しいんでしょ。ごめん、一人で行くのが好きなんだ。一人？ああ、ソロキャンプね。ソロキャンプ？違うの？いや、違わない。それだよ、それ。それが好きなんだ。だからごめんな。そうか。ちゃんとこだわりがあるんだね。大木も第二の人生が充実してるみたいでよかったよ。まあな。お互いこれからも楽しんでいこう。つい見栄を張ってしまったが、実際はもちろん全然違う。毎日パチンコを打ちまくっていて、それ以外の時間はパチンコの喫煙室か病院に行っているかだ。わしが思い描いてた老後の生活ってこれだったのか？今からでも遅くない。何かパチンコ以外に熱中できる趣味を見つけよう。まず自分の興味のあることは何だろうと考えてみたが、なかなか思いつかない。興味があるのはパチンコ、それからそれ以外は特にないな。わしは何か趣味につながるものはないかと物置を漁ってみることにした。すると若い頃に買ってそのままになっていた釣り竿が見つかった。結局一回行っただけでやめちゃったけど、また釣りをやってみるのもいいか。わしは目を閉じて自分が釣りをしているところをイメージしてみた。青い空、のどかな川、そして生き生きと泳ぎ回る川の生き物たち。ん？この光景どこかで見たことがあるような。そうだ、いつも見慣れている川物語だ。気がつくといつものパチンコの音楽が脳内再生され、血が踊るような興奮がよみがえってくる。はい、いかんいかん、パチンコは忘れなきゃ。とにかく体を動かせば余計な考えも浮かばないと思い、わしは翌朝からウォーキングを始めてみた。ウォーキングなら金もかからないし、手始めの趣味としてはうってつけだ。朝から近所を歩くのは実に気持ちがいい。これでパチンコ漬けの毎日とはおさらばだ。いつもなら今頃は店の前に並んでる時間だな。そろそろ店が開いて台に座る頃か。うまくいけば最初の当たりが出てもおかしくない時間だ。はあ、ダメだダメだ。いつの間にかパチンコのことばかり考えてるじゃないか。結局何をしていてもパチンコが頭から離れなかった。我慢すればするほど、どうしてもパチンコを打ちたいという気持ちが抑えられなくなっていく。はあ、パチンコ、パチンコがしたい。わしは決してギャンブルに依存してるわけじゃない。やめようと思えば、本当はいつでもやめられるんだ。きっぱりやめてしまう前に、もう一度だけ打ってみるのも悪くないだろう。そう、これが最後のパチンコだ。わしはパチンコ屋の激しい音と光に引き寄せられるようにフラフラと店へ入り、気がつくといつもの台に座っていた。一度打ち始めるともう止まらない。これだこれだよ、これがわしの充実した老後なんだ。ここに来ると現実を忘れてひたすら無心になれる。こんなに心地いい空間は他にない。わしはそれからも食費や薬代をケチりながら毎日パチンコに通い続けた。その気になればいつでもやめられるんだから、もう少しだけ楽しんでもいいだろう。そんなある日、お、寝台が空いてるな、ちょっと試してみるか。
いつもとは違う台を打ってみると、思いのほか調子がよく、ラッシュに突入。右を狙え！右を狙え！よし！来た来た来た！パチンコは通常、球が台の左側に当たるように加減してハンドルを回す。でもラッシュに入れば話は別だ。ハンドルを思い切り右にひねって球を強く打ち出す。これが右打ちだ。右打ちすることでチャンスが広がり、大勝ちへの道が開ける。いいぞ、今までの負けを全部取り戻してやる。わしは全身全霊をかけてハンドルをひねった。が、くの、突然猛烈な腹痛に襲われた。なんだ、もしかして昨日の弁当か。わしは昨日いつものように食費の節約で半分残しておいた弁当を食べた。その時少し変な匂いがしたが、もしかすると腐っていたのかもしれない。まずい、このままだとわしの肛門がラッシュしてしまう。頃合いを見てトイレに行くべきか。いや、初めて打つ台なので右打ちをやめるタイミングがわからない。この前はジュースを買いに行って貴重なチャンスを無駄にしてしまった。もうあんな思いをするのは嫌だ。このまま粘るぞ。耐えてくれ、わしの肛門活躍権。でも刻一刻と限界が近づいている。諦めてトイレに駆け込むか、それとも玉砕覚悟で当たりが終わるまで打ち続けるか。わしは究極の二択を迫られた。うおー、負けんぞー。わしは戦うことを選び、壮絶な執念で右打ちを続けた。その結果、はあ、必死の努力も虚しく、わしの肛門はド派手に解放された。これにはさすがのわしも心底懲りた。深く反省したわしは二度と同じ過ちを繰り返さないためおむつを着用することにした。こいつならいつ当たりが来ても安心だ。おい、あの人。あの時のじいさんだよ。あの事件以来、わしはちょっとした有名人になってしまったらしい。それでもパチンコはやめられない。わしの生きがいはこれだけなんだ。はあ、食べ放題は最高だな。これだけ食べて値段はたったの1500円。普通に食べたら3倍くらいの値段だもんね。本当にバイキングはやめられないよ。僕の名前は大森次郎。別に大ぐらいだからこの名前を親からもらったわけじゃないよ。でも名は体を表すっていうのは本当かも。へへー、次郎系ラーメン美味しいな。大森さん、また昼から次郎系ですか。そう、量もいっぱいで味も美味しいって最高じゃない。もう次郎系以外のラーメンは食べられないね。食いしん坊の大森さんらしいですね。でもなんかこの前よりも太ましくなってません？ちょっと健康診断とか引っかからないか心配なんですけど。平気だよ、別に太ってたって体に異常はないし。そうですか。でも食べ過ぎには気をつけてくださいよ。いっぱい食べるのもいいけど楽しんで食べないと。そうだね、でも僕はたくさん食べたいんだ。なんか職場の人たちにはいろいろと心配されるけど、僕の体は至って健康だから、仕事が終わったらもっとお腹が空いて食べたくなるんだ。業務用スーパーって本当に天国。こんなに大ボリュームでいっぱい買えるところ普通にないよ。もう最高だから、業務用スーパーは僕の天国。何でも食べたいものがいっぱい揃う。ああ、夕飯は焼肉だ。デザートには特用のアイスクリーム。みんな5人前分はあるけど全部食べちゃう。本当に業務用スーパーってお得でいい場所だよな。こんな風に業務用スーパーで買ったものはその日のうちに全部食べちゃう。だってすっごくお腹が減るんだもん。
そして休日の予定はというと、おお、ここのスパゲティ食べ放題絶対に行ってやる。あと来週は焼肉食べ放題にも行きたい。こっちのお寿司食べ放題も捨てがたい。大森さん、また食べ放題に行くんですか？あ、よかったら横山くんも行く？あ、いや、俺は週末に用事あるんで。たまには他の人とも食べ放題行きたいのにな。友達とかは誘わないんですか？いや、みんな毎週のように食べ放題は勘弁って断られちゃって。いや、友達誘うんだったらその人が行きたいお店にすれば。だって美味しいものをいっぱい食べたいんだもん。どうして俺が食べ放題にハマっているのか、これには理由がある。うわーい、スイーツがどれでも食べ放題ってすごくない？普通に頼んだらこんなにいっぱいの種類食べられないよ。やっぱり食べ放題最高。美味しいよ。やっぱり安くてたくさん美味しいものが食べられるって最高。なんでみんなは食べ放題に来ないんだろう。僕は食べている時が一番幸せ。だから美味しいものを安くいっぱい食べたいんだ。なんでみんなその良さがわからないかな。安く多く美味しいものを食べる、それのどこがいけないんだよ。そして数週間後、あれ？また太った気がする。ちょっと体重計に乗ってみようか。あれ？体重計の表示が測定不能って。ちょっと待って、これ壊れてる？デジタルでも人の重みで壊れるの？でもまあ息苦しさとかはないから大丈夫か。なんだか僕はかなりぽっちゃりしてきた。そして友人の高島から電話があったんだけど。また食べ放題かよ。いいじゃん、行こうよ。そこさ、お昼の食べ放題の時間はお酒も安いんだ。美味しいものをたくさん食べて安いお酒もいっぱい飲めるよ。でも食べ放題っても音が取れないんだよな。どういうこと？だって自分の食べたいものを思いっきり食べようとしてもすぐにお腹いっぱいになっちゃうじゃん。それに一品ずつの量が小さいからいろいろと取りに行くのも面倒だし、だったら自分の好きなものを頼んだ方がゆっくり食事もできるしいいかなって。そこがいいんじゃない。でも食べ放題は大量に作ることで原価とか人件費を抑えてるんだよ。元を取ろうとしたらそれこそ大量に高いものを食べないといけない。それを考えたら多少は割高でも自分の好きなものを頼んで食べたいよ。なんかそんなのつまんない。僕だったら食べるだけで元が取れるのに。でもごめんな、俺あんまり食べ放題は好きじゃないから。わかった、食べ放題は一人で行くよ。飲みに行くのは普通のお店でいい。サンキュー、分かってくれてありがとうな。でもその週の日曜日、食べ放題は大量に作ることで原価とか人件費を抑えてるんだよ。元を取ろうとしたらそれこそ大量に高いものを食べないといけない。高島の言うことが気になって食べ放題を楽しめない。これ元を取るには原価の高いものをいっぱい食べないとダメなんだな。もう鹿島のやつが余計なこと言うから。さあ元取るまでいっぱい食べてやる。原価が高いもの、これだ。牛肉、牛肉、牛肉。あとは魚、マグロ、ホタテに、あと何があるんだ。あの人すごい食べっぷりだな。ああ、なんかこっちも食欲をそそられるような。それから僕は原価が高いと思われるものを片っ端から食べた。もう味とか美味しいとかどうでもいい、とにかく元を取りたい一瞬で食べたんだ。そして翌日、なんかすっごくお腹が減ってる。昨日あんなに食べたのになんで。僕はものすごい空腹感を覚えて目覚めた。昨日あんなに食べたのになんで。そしてその日の昼食でも、ラーメン食べたのに全然お腹が満たされない。なんで。あ、先輩、ちょっとこの前の旅行のお土産持ってきたんですが、いかがですか。あ、食べる食べる。5つも持ってっちゃうんですか。ダメ。いや、俺は一人一つのつもりで持ってきたんですが。だってもったいないんだもん。絶対にいらないとか言う人いるし。あ、じゃあ俺の分あげますんで。やったー、すっごいお得。その経験があってからというもの、
やっぱり何かするには元が取れないとな。このコーヒーも会社のお金で買ってるものだし、水筒に入れて家にも持って帰ろう。こうすれば家でコーヒー代が浮く。ちょっと先輩、何やってるんですか？会社のコーヒーをうちに持って帰って飲もうと思って。いや、それ会社で飲むのが普通な気が。いいじゃん、減るもんじゃないし。でも普通にみんなの目とか気になりません？全然。むしろこっちの方がコーヒーも有効に使えてお得だし。はあ。僕は少しでも元が取れるように行動することに。でもそれからみんなの視線が冷たくなった気がする。ちょっと大森くん、会社の書類をお菓子を食べるための皿代わりにするってどういうこと？だってそのまま拾った行きなんてもったいないじゃないですか。あのね、会社の機密事項が書いてあるからすぐさま拾った行きなの。それを皿代わりにしてゴミ箱に捨てる人がいますか？せめてシュレッダーにかけなさい。すみません。大森さんってもう45歳だよな。さすがにああはなりたくないな。こんな風に叱られたり陰口を言われたり、なんで僕ばっかりこんな目に。僕は気分転換をしようと現場を見ていなかった同僚に声をかけたのだが、ねえ、大盛りランチのお店があるんだけどさ、昼休憩で行かない？お前と一緒にランチ？いやだ。なんで？だってお前と行くと2人前くらい頼むじゃん。そのせいで支払いはかさむし、なのに割り勘だし、1円単位で金を払おうとするからめんどくさいし、とにかく一緒に行っても何一つとしてこっちにいいことがないというだけでお前とは行きたくない。そんな、あっさりと振られてしまった。みんなしてひどいよ。僕の何がいけないの？そんなある日、今日は会社の打ち上げで食べ放題に行くぞ。みんな準備はいいか？はーい、絶対に行きます。なんと会社の打ち上げで食べ放題に行くことに。何食べようかな。やっぱり元取りたいから肉から行く。それともお寿司？俺は寿司から行こうかな。横山くんはお寿司なんだ。いや、これが一味違うんですよね。どういうこと？こうやって炙ったサーモンの寿司を茶碗に入れて出汁をかけるじゃないですか。そんでお茶をかけると、うわー、お茶漬けになった。ここの店、寿司の味はイマイチなんですが、こうするとうまいんですよ。すごい。どうやってそんな？いや、先輩にいろいろな食べ放題に連れて行かれましたよね。まあ最近は断られるけど、それもどうかなって思っていろいろと楽しめる食べ方を研究してみたんです。それにここの卵はかなりうまいですよ。有機卵使ってますからね。本当だ、卵かけご飯も美味しい。何杯でもいけちゃいそうでしょ。でこれに醤油をかけて海苔で巻けば。何この悪魔的な美味しさ。なんかお肉いっぱい食べてるよりいける。どうです、元取る食べ方もいいけど、より美味しく食べる工夫や楽しく食べる工夫も食べ放題には必要だと思うんですよね。確かにそうだ、横山くんの言う通りだよ。僕コスパのことばっかり気にしすぎて食事を楽しむことすら忘れてたよ。なんか食べ放題にみんな誘ってたのに自分が楽しめてないって本末転倒だな。元を取ることも大切ですけど、やっぱり食事をするからには楽しまないと。だね。横山くんに今日はいいこと教えられたよ。僕食べ放題は好きだけど楽しみ方も改めないとな。それからというもの、僕はどう？美味しそうでしょ。寿司でお茶漬けか、うまそうだな。そういう楽しみ方もあるのか。そう、後輩に教えてもらったんだ。お前前みたいにガツガツしなくなったな。どういうこと？いや、ちゃんと食べることを楽しんでるってこと。だってやっぱり元を取れるかは気になるけど、食事は楽しまなきゃ。美味しいものを楽しく食べたいしね。ハイボールうめえ。やっぱり一人で食べるご飯最高だわ。やっぱり夕飯はぼっち飯に限る。そう思って早数年、私はぼっち飯を食べることが当たり前になっていた。私の名前は高野ゆり。支店長、
抱いてください。ああ、代金取り立て手形のことね。ちょっと待って。32歳の銀行員だ。では、失礼いたします。高野さん、もう仕事終えちゃったんだ。仕事も早いし、加えてあのスタイルと顔、本当にクールビューティーって感じよね。私も高野さんみたいにできる女になりたいな。今の銀行に大卒で勤めて9年、後輩にも慕われるようになって順風満帆に見える私だけど、誰にも言えない楽しみがある。やっぱ定時上がりのハイボール最高だわ。すみません、ラーメンと餃子も追加でお願い。はい。あとハイボールももう一つ追加ね。それはぼっち飯でどか食いをすること。別に一人でご飯を食べることは恥ずかしくない。これがね、20代の頃の恥じらいって年取るとなくなってくるのよ。私も新卒の頃はこんな感じだった。乾杯。いや、やっぱりここのラーメンはいいな。ラーメン屋さん入りたいけど入りづらいのよね。やっぱりおじさんたちの憩いの場というか、私には場違いな気がする。ラーメン屋さんは場違いでなんか入りづらいし、一人でご飯を食べるのも恥ずかしくて抵抗があった。でも会社の上司と飲みに行っても。ねえ、ゆりちゃんってやっぱり彼氏とかいるんでしょ。はあ、そのうちできると思います。そのうちおめでたいになってことぶき退社しちゃったりして。ああ、じゃあ仲人は私が務めますよ。ありがとうございます。酔っ払った上司たちのノリについていけず、いつも引き気味だった。気を使うし、そのうちに会社の飲み会には参加しなくなったっけ。今じゃ友達も結婚したり仕事あったりであんまり会わないし、誰かと食事するって恋人でもいなきゃなかなかないわよね。でもたまには誰かと美味しいお店とかも行ってみたいな。一人で食べるのが寂しいと思う時もある。でもやっぱり気を使わなくていいし、その辺が気楽でいいのよ。だから休日もランチは行きたいところに一人で行く。ここの二郎系ラーメン、自販機ラーメンで買ってからずっと気になってたのよね。どんな味がするのかしら。若い頃には列にも並べなかったけど、この年になると不思議と平気になる。やっぱり年取って恥じらいがなくなると自分の好きなことができていいわ。そして私は思いっきり食べたいものを食べる。おいしい。恥ずかしくてこんなおいしいものを食べられないなんてもったいないわよ。うまいわ。こってりした濃厚なスープ、それでいてさっぱりとした野菜の具材との調和が取れてて、麺に濃厚スープが絡まって味がマイルドになってくる。あ、なにこの味のハーモニー、もう絶品。自販機ラーメンで食べたよりも本場の二郎系は100倍美味しかった。若い頃だったらこんなお店に一人でなんて来られないわよね。そしてデザートももちろんいただく。近くに美味しいケーキのカフェがあるのよ。はい、今日は飯種洋食店さんのケーキを食べに来てます。季節限定のモンブラン、美味しそうだわ。わあ、モンブラン美味しそうですね。そのお店この前行きました。すごくおしゃれでいいですよね。そして映える食事風景は SNS で共有して拡散。こうするとたくさんの反応をもらえるのもぼっち飯のいいところよね。いいね、いっぱいもらっちゃった。こうやって美味しいお店をシェアできるっていい時代になったわよね。あ、返信が来てる。このお店のケーキも美味しそう。今度の休みに行ってみましょう。こうやって美味しいお店の情報をシェアできるのも SNS の魅力。誰かとご飯食べてると SNS のやり取りなんてできないから、これもぼっち飯のいいところよね。でも
そうなってくると会社での付き合いは減ってくる。ねえ高野くん、久しぶりに飲みに行かないか。最近支店の業績もいいからお祝いにどう？いえ、用事があるので結構です。そう、昔は誘うと来てくれたのにな。すみません、今日はやりたいことがありまして。そうか、残念だな。また次の機会にお願いします。高野先輩、よかったら一緒にお昼食べませんか？ごめん、食べに行きたいお店があるの。そこを若い子を連れて行くのはちょっとあれだから。そうですか。仕事以外に職場の子たちと付き合いがない、これってちょっとダメよね。そんな感じで私は次第に誘われなくなるように。高野さんも誘う？やめとこ、あの人お一人様が好きなんだし。そうね、無理に誘って嫌な思いさせたくないし。ちょっとこれってまずいわよね。確実に職場で浮いちゃってるわ。そんなある日、あれ？これって入力が一桁違う。どうしよう、100万って打つところ1000万って打っちゃった。こんなケアレスミス普段はしないのに。あー、これってどうすればいいの？どうしたの高野くん、慌てちゃって。あ、支店長すみません、送金額の入力を間違えてしまいまして。何やってるんだ、今すぐに取り消し処理をしないと。あ、はい。慌てた私を通りがかった支店長がフォロー。その場はなんとか収まったものの。何やってるのよ私、あんな初歩的なミスするなんて。本当に最悪、ベテランなのに何してるの？高野くん、最近ちょっと悩んでるみたいだけど、どうしたの？あ、支店長。今日はみんなと飯を食いに行く予定なんだけど、君もどうかな？高野くんとご飯を食べたいって後輩の子たちも言ってるし。すみません、それはいいです。そうか、残念だな。でも私は支店長の誘いを断って後悔した。せっかく誘ってもらったのに断るなんて。今日はミスのフォローだってしてもらったのに、これじゃあ心象最悪じゃない。もうどうしたらいいのよ。でも断っちゃったものは仕方ないわよね。今日は美味しいものパーッと食べて気分転換しよう。その方がいいわよね。こうして私は好きな居酒屋に夕飯を食べに来たのだけれど、はあ、ここのハイボールっていつ飲んでも美味しいのよね。やっぱり一人の方が落ち着く。支店長には明日謝っておこう。でも無理に職場の人とご飯食べる必要もないかな。職場では浮いてきちゃってるけど、今のままでいいか。やっぱぼっち飯の方が落ち着くし。へえ、ここが支店長の行きつけのお店ですか。ああ、来るのは半年ぶりかな。居酒屋とか一人だと入れないから、こういうところ来れて嬉しいです。若い子はそういうの恥ずかしがるからね。で、なんで職場のみんなと支店長がここに？どうしよう、こっち来る。あれ、高野くん、君も来てたの？あ、これは。ああ、ご飯ここに食べに来たんだね。奇遇だな。どうしよう、めちゃくちゃ気まずい。すみません、誘っていただいたのに。いいのいいの、一人で食べたい時もあるよね。僕たちのことは気にしないで。支店長、その、今日は本当に申し訳ありませんでした。ミスだってフォローしていただいたのに誘いを断ってしまって。別に、部下をフォローするのは上司の役目だし、誘いをどうするのかは君の自由だ。でもよかったらこっちに来て一緒に飲まないか。あ、先輩も来てくださいよ。私たちも先輩とご飯とか一緒に食べたいです。先輩、何飲みますか？ハイボール飲もうかな。すみません、
ハイボール3杯追加で。みんなそんなに飲んで平気かい？だってみんなで飲まなきゃ意味ないじゃないですか。せっかく来てもらったのに。先輩と初めて飲むんで。ありがとう。若い子たちを見ていると昔の自分を思い出す。すいません、ハイボール3杯ください。まだ飲むの？飲まなきゃ意味ないじゃない、せっかく集まったんだから。じゃあ飲もう飲もう。乾杯。昔の私はこの子たちみたいに楽しんでた。今日はありがとうございました。先輩と飲めて嬉しかったです。私も。またみんなで行こうな。はい、久しぶりに誰かとご飯を食べて思い出す。こうやって飲み会とか参加して仕事の愚痴聞いてもらったり、取引先の人に失礼のないようにビールの継ぎ方とか先輩に教えてもらえたっけ。確かに気は使うけど嫌なことばっかりじゃなかったな。ぼっち飯も好きだけど、たまにはこうやって職場の人と一緒にご飯もいいかも。やっぱりぼっち飯にはない良さがあるしね。ああ、頭痛い。瓶の中に残った風邪薬の匂い嗅げば治るかな。金もったいないし、そうしとこ。はあ、今日もよく寝た。でも寒い。やっぱり暖房なしで寝るのはきついな。俺の名前は安見光一郎。この地区50年のアパートに長年住んでいる人間だ。と言ってもリノベーションされているから内装は綺麗だし雨漏りなんかもない。この出がらしのティーパックまだ使えるか。これで使うの3回目だよな。まだまだいけるな。この部屋10畳とかなり広いが、家賃はたったの3万。いわゆる事故物件ってやつで、相場の半分以下の値段になっているらしい。らしいっていうのは不動産屋がそう言ってたからだ。この部屋で何があったか詳しいことは知らない。でも別に安くていい場所に住めればいいからな。それっぽいのが出てきたこともないし。さて会社に行くかな。にしても眠い。寒いとなかなか目が覚めないよな。うちから駅までは徒歩20分ほど。でも俺は会社まで1時間以上歩いて通勤する。だって電車代がもったいないじゃないか。俺が発給じゃないかって？そんなことはない。おはようございます。おはよう安見さん。万年平社員だが給料は年収にして443万、手取りでおよそ343万、月給に換算すると28万5000円ほどもらっていることになる。まあボーナスの分を差し引くと月給は25万ちょいってところか。今のところは家賃が3万だし、節約して暮らしまくってるから生活には余裕もある。でも何かあった時のために貯金はもっと欲しいよな。ちなみに貯金は18歳の頃からコツコツ貯めてもうすぐ1000万を突破しそうだ。これも日頃の節約生活の賜物だな。というより俺の場合は貧乏根性の方がすごいのかもしれない。例えばスーパーに買い物に来ると。あの、ご試食何回目ですか？いや、気のせいですよ。ちょっと何度も食べ過ぎたか。でもこれで昼食代浮いたからよしっと。試食には何度も並んで店員さんに怪しまれたり、駅前で配り物があるようなら、あ、そのティッシュもう1枚ちょうだい。あ、はい。あ、そっちの君のエナドリもちょうだい。は、はい。こんな風に片っ端からもらうようにしている。だって買ったら何百円もするものがタダでもらえるんだ。もらわなきゃ損じゃないか。ついでにエナジードリンクは炭酸で割って飲むのが最近のマイブーム。そっちの方が安く飲めるしな。そして今日の弁当のおかずも。ああ、休みさん、そのもやしと卵の炒め物美味しそうですね。生姜も入ってるんですね。ああ、スーパーにあるガリが余ったんで酢を水で洗い流して炒め物にしたんだ。ああ、あれもらって結構貯めちゃいますもんね。まあそうだよな、貯めちゃうよな。俺の場合はお一人様一つのところ3つぐらいはもらってるけど、スーパーで無料でもらえるガリや醤油は余分にもらってしまう。ちょっと前までは牛脂も無料でもらえたけど最近は見かけないな。あれあると料理に何かと便利なんだけどな。ちなみに帰りにスーパーに寄るのが日課になっているが。お、なんだよこれ、3割引きじゃん。
こっちのコロッケは半額になってるな。買っていくか。絶対に半額以上値引きされてないと買わない。だってもったいないじゃないか。そして電気ももちろん。もう寝るし、ブレーカーごと切っとくか。あと家出る前にも切っとかないとな。使わないときはブレーカーを落としておく。そうすれば余分な電気も使用しないで済むしな。ちなみに電気を使う掃除と洗濯は週に1回。これもそろそろ着替えた方がいいかな。というか穴も開いてほつれてきた。雑巾にでもするか。使い古した服も部屋着として再利用。もちろん着れなくなってもはぎれは雑巾や布巾にして再利用する。そういった生活を続けているせいか、俺の生活費はとてつもなく抑えられる。今月の食費が15,000円、水光熱代が8,000円、雑費が5,000円ちょい、スマホの携帯代が3500円ちょっと。最近は値上がりでじりじり生活費が上がってるな。それでも生活費が上がっていて、貯金が少しずつできなくなっているのが現状。本当に切り詰めた生活を身につけておいてよかったと心の底から思う。どうして俺がこんな貧乏生活を身につけているのか。まあ高校時代までこういう生活してれば普通にこうなっちまうよな。ちょっとあなた、生活費何に使ったのよ。俺の金だ。何に使おうか別にいいだろうが。でもあと2週間どうやって暮らせばいいのよ。うるさい、お前がもっと働け。俺の生まれた家は小さな頃から貧乏で、親父は金にだらしなかった。そのせいでいつもおふくろとは喧嘩ばかり。もうこんな生活嫌。あんな人と結婚さえしなきゃお金だって普通にあるのに。お母さん、ごめんね小一郎、こんな辛い思いさせてごめん。夜になるといつもおふくろが泣いてる。俺にとって人生で一番辛い時期だったな。そのうちに両親は離婚。俺はおふくろに引き取られたが、貧乏生活は相変わらずだった。お、今日もパンの耳あげたやつ。ええ、近所のパン屋さんがたくさんくれたの。麦茶パックも使い回しすぎて味がないんだけど。そろそろ買えないとね。こんな感じで貧乏暮らしは相変わらず。でもおふくろはよく笑うようになった。まあそんな感じで俺は貧乏生活が習慣みたいになっちまった。なんかだるい。これ風邪ひいたかな。風邪薬ないわ。瓶の匂い嗅いどけや治るかな。病院行くのもお金かかるし、でも仕事は行かないと金稼げないからな。病気になっても病院にはめったに行かない。お袋もそうしてたからだ。そしてその日の夜も、食欲ないからラーメンの粉末スープが夕飯でいいや。あ、ご飯ある、これにスープかけるか。食い物がないので残っていた袋麺のスープを使ってつゆご飯を食べた。うまいな。明日はなんとか動けるかな。風邪なんかに負けず動いてくれよ俺。でないとそうやって俺を育ててくれたお袋は何だったんだよ。お袋だってこうやって生きてたんだから、俺もそうしないと。そんな感じで俺は元気のない日が続いたのだが。え、会社で忘年会がある？ああ、会社側が金も出すからみんなタダで食べられるし飲めるよ。来るよね。行きます。風邪でだるかったから助かった。これで飯作る手間が省ける。俺は会社の忘年会で思いっきり飲み食いした。そして、え、これって持ち帰りのパックでお金取るの？はい、決まりですので。じゃあ両手で持っていけるもんだけ持っていくからいいよ。ちょっと休み君、それはやっぱりダメですか。俺がパック代は払うから不衛生なことはやめなさい。はい。上司にたしなめられパックを買ってもらえることに、さすがにこれはやりすぎだと反省した。そして翌日。光一郎、久しぶりね。あれ、お袋どうしたの急に。いや、あんたの声が急に聞きたくなって。あとね、旅行しない？旅行って、そんな金どこにあるの？パートでコツコツ貯めたのよ。考えてみたら、あんたとどっかに行ったことなんてなかったでしょ。もう私も先が短いし、最後の贅沢にいいかなって。ああ、そういうことなら金は俺が払うけど。え？だってお袋も生活大変だろう。俺結構金も貯まってるし。いいの？たまには親孝行させてくれよ。俺はお袋と旅行に行くことを決意。そして旅行当日。電車に乗っちゃった方が早くない？ダメだよ、金かかるし。俺はお袋を連れてとある温泉街に来ていた。
でも宿も安いところに決めたし、電車も目的地が近くなら利用しないことに。もっと贅沢してもいいと思うけど、金がもったいないしな。お袋には悪いけど、格安の旅行を楽しんでもらうことに。でもお袋は700円でこんな美味しい山菜の天ぷらが食べられるなんて。それに鮎も美味しいわね。本当だよ、安いし美味しいって聞いてたけど想像以上だ。安い飯屋に行ってもお袋はとても喜んでくれる。その姿を見て少し胸が痛んだ。その日の夜、俺とお袋は安宿に泊まったが、ひなびてていいところね。逆にこういった宿の方が落ち着くわ。建物も昭和初期に建てられた古いものらしいよ。あら、逆に高いところに泊まりに行くよりいいじゃない。お袋、こんな安宿でも満足してくれるのか。それなのに俺、思えばお袋が贅沢をしているところを見たことがない。それなのに俺、仕送りはしたことあってもお袋に何か送ったこととかなかったよな。翌日、俺はお袋を思い切ってその地域の高級料亭に連れて行った。まあ、すごい。こんなところを予約できたの？たまたま空いてたんだ。でも、お金大丈夫？平気だよ。たまには贅沢もしないと。ありがとう、小一郎。そして宿も変更。あら、この宿気に入ってたのに。山奥の方にいい温泉宿があるんだって。そっちの建物も趣あるってさ。移動手段もタクシーを使うことにした。もうお金がもったいないじゃない。ここまでしなくてもいいのよ。いや、金は使うときに使わなきゃ。ほら、お土産。ありがとう、小一郎。お袋、嬉しくて泣いてるのか。こんなお袋見るの初めてだ。本当に今回は旅行ができてよかった。よくしてくれてありがとうね。俺も旅行に来れて本当によかったよ。旅行で少しはお袋に親孝行ができただろうか。俺はこれからも少しはお袋に親孝行をしようと決意した。でもその後。ごめんね、私ももう年なんだろうね。そんなこと言うなよ、お袋。お袋は体調を崩し入退院を繰り返すように。俺はその度に見舞いに行った。そして墓は買ってやれたけど、また旅行に一緒に行きたかったな。そのためにもっと金も使えばよかった。お袋は天寿を全うして天国へと旅立った。地上じゃ貧乏暮らしが長かったんだし、天国じゃいい暮らししてくれよ。俺も墓参りはマメにするからさ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。